PSP インターネット教室。このコーナーは PSP インクの提供でお送りいたします。さあ今日も始まりました PSP インターネット教室。中村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。2013年も本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。というご挨拶ができればいいんですけれども、 PSP さんからもすでに今週届きましたが、グリーティングカードとか。もうそんな時期ですよね。ねえ、あれクリックすると動画が見られるんですよね。はい、隠し技なんです。本当に E メールで送るグリーティングカードって便利ですよね。そうですね、私たちもここ3年ほどもう紙のカードをやめちゃうんですよ。はい、で全て E メールで送ろうということで、うん、まあ、自分たちがね率先してやらないといけませんので。はい、あのグリーティングカードをね手書きで書かれる方も非常に多いんですけれども、はい、あそこ送り忘れたとか、はい、結構あるじゃないですか。そうです ね、 でもニュースメールだったらすぐに送れますもんね。はい、でビデオにリンクしたりとか、はい、ホームページにリンクしたりとか、そこのカードだけで終わらない、ええ、次のことができるっていうのもメリットの一つですよね。確かにそこのリンクがホームページ、自分のウェブサイトにつながっていたら、ウェブサイトの SEO 対策にもなるっていうことですよね。もちろんやっぱりサイトへのアクセスが多ければ多いほどサーチエンジンではポイントがつきますから、 SEO 効果も出てきますよね。また普段ねご存知の方々でもなかなかホームページに行かれない方っていらっしゃると思うんですけども、はい、そういった方にもリマインダーとしてリンクをして、そこにさらにそれと同じようなメッセージがあったら素敵ですよね。確かにウェブ上でのご挨拶ってありますもんね。そうですね、例えばオンラインショッピングされているのであれば即時性でそういった時々のものを反映されたらいいと思いますし、せっかくねニュースレター出すのであればその先もトータルで考えていただいて使われたらいいかもしれないですね。そうやって聞いておりますと TGS ラジオもオンライン活用をしていかなきゃなと耳が痛いです。耳痛いですか？頑張ります、はい、そういった思いのある方々のために、実は今度から PSP ではウェブの活用無料診断というのを始めるんです。はい、ニュースレターやグリーティングカードだけではなくて、例えば携帯電話でちゃんと見れるか、うん、ホームページが全部のパソコンやデバイスで見えるのかとか、うん、あるいはサーチエンジンでどんな風になってるのとか、いったことを総合的に一緒に診断させていただいて、アドバイスさせていただく無料のセミナーを個別にさせていただきます。あ、それ嬉しいですね。佐伯さんもぜひ、ね、TGS さんのサイトとね、はい、グリーティングカードの件と、本当だ、はいはい、私たちので見させていただきますので、利用してください、はい、そちらもいつも伺っているトールフリーで大丈夫ですか？はい、ウェブ活用無料診断希望ということで、ロサンゼルスからのお電話もフリーダイヤルで受け付けてます。はい、ではフリーダイヤルを1800-232-3989です。はい、わかりました。そして私から紹介させていただきますが、12月の17日火曜日、 PSP のトーランスオフィスにて初心者向けのホームページ作成とその有効活用についての無料セミナーが行われます。午前10時から正午までのセミナーとなっております。ぜひこちらもお問い合わせください。中村さん、本当にあの今年1年もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。 PSP インターネット教室、この番組は PSP インクの提供でお送りいたしました。